焼き加減で焼けてますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回は、パン工場を作ってみようと思います。小麦の収穫からパンを焼くまで、自動でできるようにしようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは、作っていきましょうまずは、小麦を自動で収穫する。 小麦自動収穫装置から作ります。プリミティアの作者、大田元さんが開発した、軌軸回転タイプのものを参考に、こんな感じで、ベアリングとドローン、鉄の刃を組み合わせていきます。こうやって、鉄の刃を横回転するようにセットすることで、全体を回転させて、小麦の方に当てた時に、ほとんど引っかかることなく、回り続けてくれます。それから、 高さや位置などを調整することで、崖の上から下に、砕いた小麦の方を落とせるようにしました。う、ね、ん、うまく地形を伝って、決まったところに小麦が落ちてますね。それから、小麦を受け止められそうな場所に、パン工場を作っていきましょう。こんな感じで、ベアリングと古代の合金、ゴムを組み合わせて、体験するコンビニのようなものを作りました。 こちらに落ちた小麦を誘導して、うまく乗せたいのですが、これが結構難しかったです。こんな感じで、うまく転がってくれることもありますが、途中で止まってしまうことが多いんですよね。そこで、なるだけ急な角度にした、金のレールをつけることで、それなりの確率で、下まで小麦が転がってくれるようにしました。でも、そのうち小麦が途中で止まって、渋滞してしまいます。 この小麦供給システムは、おまけ程度にしかならなそうですね。諦めて、パンを焼く装置の方に移りましょう。とりあえず、火花エンジンを動かして、火花だけでパンが焼けないか、試してみます。こうやって、コンベアの上に乗せた小麦に、火花を当て続けていますが、全然焼ける気合がありません。小麦の温度を見てみると、 45度までしか上がっていないので、この装置だけで焼くのは無理みたいです。それでも、直接火花エンジンに近づけて、かなり長い間待つと、小麦の温度が150度まで上がって、パンにすることができました。でも時間がかかりすぎですね。ちなみに、コンベヤの縦回転も試してみましたが、小麦を置いても、壁に張り付いて回ってくれず、バシバシぶつかって、 どこかに飛んでいってしまいます。さすがにこのやり方は、無理があるみたいですね。横回転に戻して、なるだけ遅く回転するようにしましょう。ドローンだと早すぎるので、こうやって餌をつけたスライムを、ウェアリングを挟んで繋げることで、スライムにコンビアを行かせて、低速で回せるようにしてみました。おっと下り坂で浮き上がって、加速してしまっています。そこで、 反対側にもう一匹スライムをつけて、バランスをとってみましょう。うーん、それなりに遅くなりましたが、まだ回転速度が不安定です。とりあえず、このまま近くで木を燃やして、火力を調整することで、ちょうどいい火加減で、パンを焼いてみることにしました。燃えている木を並べて、様子を見ていると、おー、小麦が焼けてパンができました。 でも、回転速度にムラがあるせいで、焼けていないパンもありますね。それに、一回転して戻ってくると、燃えているパンもあったので、やはり回転速度の方を、安定するように調整します。スライムだけでなく、こうやって石を、ベアリングに繋げてつけることで、ブレーキ代わりにしてみました。うん。ゆっくり安定して回転しています。 こちらに燃えている木を置いてみると、よし小麦がパンになりましたでも、回転速度が遅すぎるせいで、そのまま燃えてしまいました今度はもう少し木を小さくして、火力を弱めてみましょうこれならどうでしょうかおー、ちょうどいい焼き加減で焼けてますね。次のコンベアに移ると、焼けずに通過しましたが、その次のコンベアに乗った小麦は、 一旦火で炙られた後、火花エンジンの火花に当たって、パンになってくれました。火花エンジンも補助用の火力としては、役に立つんですね。そのまま様子を見ていると、コンベヤに乗っているほとんどの小麦を、パンにすることができました。焼き加減もいい感じで美味しいです。でもこのままでは、焼いたパンでコンベヤが埋まってしまうので、焼いたパンだけを、 弾き出す仕組みを作ってみましょう。こんな感じで、小麦にギリギリ当たらない高さで、回転するゴムの板を設置してみます。この状態で小麦を焼いてパンにすれば、パンになって大きくなったものだけを弾き飛ばしてくれるはずです。早速試してみましょう。コンビアに乗っている小麦が、一瞬ぐるっとパンになるまで待った後、二周目に差し掛かると、うーん。 できたパンが弾かれました。これなら、空いたスペースに、どんどん小麦を追加していけば、燃料が続く限り、パンを効率よく作り続けられるわけです。わかりやすいように、今度は上から見てみましょう。うーん。小麦がパンになっていくのが、わかりやすいんですね。空いているスペースには、どんどん小麦を追加していきます。その状態で一周すると、 おー、小麦と混じっていても、パンだけを弾き飛ばしてくれています。パンにぶつかって、小麦が落ちることもありますが、これで効率よくパンを焼くパン工場が、できたんじゃないでしょうか。途中で燃料を取り替えて、どんどんパンを生産していきましょう。ちなみに、上から小麦を供給する仕組みは、ほとんど機能していませんが、私が小麦をレールに放り投げることで、 なんとか使うことができます。コンベアから落ちることも結構ありますが、意外と調子よく転がってくれました。ここで燃料もなくなったので、作ったパンを見てみましょう。おー、地面にたくさん転がってますね。ちょっと汚いですが、せっかくなので食べましょう。うん、ちょうどいい焼き加減で美味しいです。そのまま落ちているパンを食べまくっていると、 さすがにパンの味に飽きてきて、他のものを食べたくなったので、スライムを捕まえてきて、パン工場で燃やしてしまいましょう。スライムをコンベヤにセットした後、燃えるものを四角に置いて、火をつけます。うん、いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、パン工場さんにも、 おす分けしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、またね。